サファイアの輝きに君の瞳の色を見た。どうも、フィッシャーズシルクです。あ、サルモネラ菌にかかったけど、自力で治療しました、アンダホです。なんとか逃げ切りました。サルモネラより怖かった。秋葉原に行って、はい。最高裁いきなり裁判長はい。お前か。うつガチャって多分前に結構やったと思うんですけど。ありましたね。ハイパーうつガチャっていうのやってきて。やば。うつにハイパーとかないじゃん。一回500円するんですよ。はっ。かかったね。ハイパーうつガチャっていうのがあって500円するんですよ、1回、うん、500円出してまでうつになる価値はあるのか、それをやってくれるのが YouTuber さんなんではないか、よしやろうということで10個ぐらい買ったよね。そうですね、要は5000円ですよ。たっけー、もううつなんか序盤から見てもらって分かる通り、はい、テンションがまあまあ高いんですよ。そうですね、はいです。そうね、お互いまあ違うところで飲んでて今合流して動画撮ってんだけど、はい、この状態うつにしたら本物じゃん。いやそうだね、こんなに酔っててテンションが上がってるのに、うん、バッドにするってことだよね。2、4、6、やとということで10個ですね、うん、500円払ってなんかいいものが入ってるかもしれないっていう期待を裏切ってくるのがうつガチャだ。あー、500円もしたのにってやつ。そうそうそう、1個ずつ開けましょう。はい、1個目開けます。何これ指誰のけじめガチャだよ。指足りてんだよな。指です。え、指だけなんだけど。これだな。はい、2個目開けます。はい、2個目せーの。え、あ、おもろいか。いや、くせえ。くせえ。あ、だろうね。口内不器用マン。口が出ました。指出て口出たから、いや、次あたりは体をちょっとやめてほしい。じゃあこれ開けますね。そう、硬そう。やりやがった、やりやがった。やりやがった、やりやがった。3つ目、指。すごく賞金な人です。プロ野球の審判みたいな。だからカタカタ言うやつは指だと思った方がいいかもしれない。おい、こら。これ指だよ絶対。開けてやるか。先出した方がいい。これは4つ目、多分指です。せーの、指です。あふざけんなよ。あの人3本の指硬そうよっていう噂にならないから。これで出歩いてたらしないしない。2000円で指3本口1個やばっ。この指全部親指規模だから複雑な家庭だし。指が複雑な家庭だからね。これが5個目かな。開けます、せーの。おー、ブーブー。止める？止めねえよ。やかましいわ。だからあれだけ知らないところで出された料理は食べるなって言っただろお前。この中にお母さんはいない。大当たりー。千と千尋か。やばいなぁ。ちょっとだんだんテンション下がってきたわ。2500円だ今。いや何できるよ2500円だったら。プレミアム飲み放題でお釣りが400円かけてる。あ、すごい、ちょっといいクラスのやつ。生ビール飲めるやつ。そうそうそう。じゃあもう一個開けましょう、うん、後半戦ですよ。こっから後半。6個目、せーの、よいしょ。これです。え、誰？それちょっと面白いわ。それちょっと面白い。今日からこれで動画出たらね、喋りづらいんだ。この後ずっとマスクはちょっと動画としてお届けできないぐらいまずいのかな。そうだね、本当に鬱だよね。そうだね、僕らにとっての一番の鬱は動画として形にならないことだから。7個目。ええ、うんこ。あー、うんこ。え、あー、よくできてんのこれね。リアルリアル。ピントの合いづれうんこだなこいつ。コゴミットでもあんまりリアルじゃないけど、あー、ちょっと横にすると微妙に光当てるとうんこっぽいな。なんかもう疲れてきちゃったよ。しんど、盛り上がんな。開けまーす。えい。おい。え？お米いっぱい残しちゃった人です。いや、このマスクだけ田舎のペンションの匂いがする。田舎のペンション。ペンションの匂いするよ。え、わかるわかる。あんま言わなきゃな、ペンション癖って。そう、でもペンション、ペンションの匂いするよね。びっくり。全部いろいろあったけど、まとめて、びっくり。これ9個目。せーの、マスク来るな。えなにこれ、なんか、紙入ってる。私の気持ち、分かってください。いつもあなたを思っています。ストーカー味みたいな。わかんない、わかんない。説明が足んないよ。おらー、人の思いを無限にしろ。なに、ジャスティス。あー、パマンショップ。いいお店。これやばいぞ。もう開ける記録ないもん。これかぶったらいよいよやばいぞ。いろんな意味でまたマスク出てて、あ、かぶっちゃったじゃーんみたいなやつやだ。マスク4つ、指3本、うんこ1個にハート1個。私の気持ちを分かってあげれば最後当てられるんだよ。そうだね、もう多分同じの当てない。ない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 。ラスト10個目。うん、せーの。いいの？
当たった？なになに？せーの、あーいける、せーの、あーいける、なにこれ、上手？最後、ゴキブリでした。決めて5000円です。たけー5000円が消えたぞ。あーもったいねー。ハートキャッチプリキュア、キャッチできてねーし。どうも、ハートのエースです。ハートのエースが出てきたじゃん。あのつぶやいてよ、深いメッセージにして、俺がちゃんといいね押せるツイートして。なるほどね。自信っていう言葉があるけど、みんな自信がない、自信がないって、うん、結構言いがちかもしれない。どうしたら自信をもらえるんですか、どうしたら自信がつくんですかってよく聞かれます。自分を信じてあげることが自信になると僕は思います。なので、自分がダメだっていうふうに思わず、自分にはできる、自分ならやれるっていう風にポジティブに自分を信じてあげることが、文字数制限はい。動画見てくれてありがとう。みんな楽しんでくれたかな。説明欄に Twitter セカンダリなんだよ。まあいろいろあります。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。